シルポートは日本の競争場である。場名の由来は中国、上海にある、上海朝日だからゴルフクラブから、スタートすると真っ先に花を奪う逃げ戦法を得意としていた。主な勝ち倉は2011年の京都金杯、2011年、2012年のマイラーズカップ。2011年マイラーズカップ表彰式2012年。 マイラーズカップ表彰式デビューは1月27日の京都市場1400メートルの新馬戦。一番人気だったが直線伸びず3着だった。その後4戦挟んで、初勝利は4月12日の阪神の芝戦1400メートルの未勝利戦を逃げ勝ち。その後5月25日の東京の500万下のガーベラ賞を直線差し切って2着に3馬市に1、2差で2勝目を上げた。 その後、千万したは6、13、10着で勝ちきれなかったが、11月1日の東京戦を人気に応えて3勝目を挙げた。夏場に千万したに、高級後の6月21日の阪神の三木特別を逃げ切り勝ちをして4勝目。しかし準オープン後は逃げても勝てずに4戦して2桁順位となってしまった。 二戦した後の4月4日の阪神のナンバーステークスを逃げ切り勝ちをして5勝目となるとともにオープン入りを果たす。初重賞出走となったマイラーズカップは12着に大敗するも5月9日の当時ステークスを逃げ切ってオープン競争初勝利を飾った。その後、名ステークスと重賞のエプソムカップは2着に逃げ粘った。その後の重賞は逃げを打つも勝利には至らず。 年末の2010ファイナルステークスは逃げ切り勝ちで7勝目となった。初戦の京都金牌を逃げ切り勝ちをして、重傷初制覇を果たした。そしてマイラーズカップも逃げ切り勝ちをして、KO 杯スプリングカップは2着に粘るも安田記念は8着。この年、GI に安田記念を含め3走するも、自分の競馬に持ち込めなかった。連覇を狙った京都金牌は、 との負けをするも、中山記念は、大逃げを打って、フェデラリストの2着に逃げ粘った。そしてマイラーズカップを逃げ切り勝ちをして2連覇を果たした。本番の安田記念は、前半の半マイル44秒9というハイペースで、逃げ、直線に入っても、先頭をキープするが残り300メートル地点で、失速し12着に敗れた。秋は、毎日王冠から始動するも14着。 天皇賞も12着に敗れる。マイルチャンピオンシップは逃げ粘り4着に検討するも、阪神カップは14着に敗れた。前年に引き続き中山記念に出走し、最後の直線まで粘り3着となった。続く、マイラーズカップ、k 王杯スプリングカップでは、花が奪えず惨敗した。宝塚記念では、ハイペースで逃げたが、最下位に終わった。その後地で、 骨膜炎を発症、現役を引退することになった。引退後は、レックススタッドで、種ボバになる。種付け等数は少ないが、引退時の場所川崎越しの所有場から2年続けて、金沢競馬の重傷勝チューマを排出している。ありがとうございます。